はい、皆さんこんにちは。今日のねサブチャンネルですけど、今日はねこちらのね NC のねロードスターですね。でまあ見てもらったらわかると思うんですけど、こちらのエアコンメンテナンスで入庫してます。でね、なんか症状的には夏にエアコンが効きにくいっていうことなんですよね。でまあね、夏になる前から、まあ、エアコンメンテナンスをして、まあ、効きを良くするっていう流れでね、まあ、入ってます。でまあ一応やるプランとしてはフラッシングを9回して、まあ、添加剤を入れるっていうところのプランですね。それではね皆さんこちらの方ご視聴お願いします。はい、じゃあね今からエアコンマシンの方を施工します。はい、じゃあねこちらですけど470ですね、規定量。はい、じゃあね今からエアコンガスの方をね抜き取っていきますね。まあおそらくですけどこれね470でね、あの145しか抜けなかったんですよね。で325減ってるっていう状態なんで、まあ車をね乗り出して一度もまだメンテナンスをしたことないのか、まあどうなるかちょっとわかんないんですけど、まあその辺が疑わしいかなっていう気はしますね。まあこれだけだとね、これをまあガス入れ替えただけでも効きは良くなるのかなとは思いますけどね。はい、じゃあねフラッシングモードクリーニング9回ですね。それではねフラッシングの方をやっていきます。でフラッシングなんですけど、今ねこの1回目の表示が出てます。で 245g のね、まあ、液化したガスで配管のね洗浄、液板の詰まり取りとかね、まあ、そういうのやってるんですけど、これだけしか入らないっていうことがね、もう液板がね詰まってるんだろうなっていうのが疑えます。まあ、目安は規定量の3から5倍ぐらいの、まあ、液化したガスが入っていくっていうところなんですよね。でこれがね入るようになっていくと、だんだんねそういう詰まりとかが除去できてるんじゃないかっていうところなんですけど、あの方式としてはね、あのバックリターン方式っていうやり方で、低圧側から高圧側、高圧側から低圧側っていう風にね、あの順回り逆回りみたいな感じですね。そうすることでね、あの液パンですね、エキスパンションバルブのね詰まりを除去したりとかっていう風にねなります。でまあ回数を凝らすようごとにね、この今数量が増えていってるっていうのが、まあ効果が出てるっていうところですね。そしてね、このフラッシングをすることでね、まあもちろん液板の詰まり取り以外にも、あの、こういう風にね、あの、配管内ですね、に入ってる古いコンプレッサーオイル、こちらのね、まず除去ができると。だから、まあ除去っていうより、まあ出すんですけど、で、親友のね、要はコンプレッサーオイルを入れるタイミングってなかなかないと思うんですよね。ですが、この方法を使えば中身が出てくるんで、そうしてね、新しいの入れてやるっていうことで、まあ、オイルのリフレッシュができると。そしてね、あとはまあ配管内ね、真空引きをすることで、水分ですね。水分をきれいに除去して、まあそういう部分もあるっていうとこですね。そしてね、この液パンのね、詰まりを取るっていうのですけど、まあやったらね、絶対取れるかっていうと、まあ絶対取れる保証はないんで、そこはある程度ね、割り切ってもらった方がいいですね。ただ、まあやはりね、やらないよりはやった方がね、効果もあると。いうのはもうずっとね、今までやってきた中でもその実績上がってますんで、間違いなく効果あるのかなと思います。で、まぁ、こんな感じでね、入ってるんですけど、なかなかね、今回のこの車はね、その数量がいまいち増えきれないっていうところですよね。今でね、まぁ、だいたい倍ぐらい入ってるっていうところなんで、せめてね、やっぱり、1500ぐらいとかぐらいまではね、行ってほしいなって思うんですけど、なかなか行かないですね、今回は。そしてね、この車のね、液パンが、まあこういう風にね、数量が増えにくいんで、まあおそらくね、詰まりがあるとは思うんですけど、車によってはね、まあ液パンが容易に変えれる車ってあるんですよね。あの、エンジンルーム側からの交換で、なおかつ場所がいいっていう車に関しては、もう変えてやった方が早いのかなっていうところですね。ただね、場所がじゃあね、エンジンルーム側ですけど、例えばエンジンのもう裏ぐらいのところについてるとか、まあ、あとはね、室内側ですね、ダッシュボード側からっていう風になると、まあ容易にはできないんで、まあこういうやり方でね、まあちょっとでも除去してやるっていう形ですね。でまあこのぐらいね、回数をこなしてくると、まあ 1000g ぐらい入ってきてます。で、覗くね、ガラス窓みたいなのがあるんですけど、そちらをね、見たときに、まあ、液体化したね、ガスが流れてるっていうのは覗けるんですけど、最初のうちがね、もうほぼ流れてないっていう感じでした。だからまあ、やっぱり流れ切れてないんでしょうね、詰まりによるっていうところでね。だからその辺があるんでね、こう、回数を重ねてね、これぐらいの数量入るようになったら、覗き窓の方もね、しっかりと液状化したガスが流れてるのが確認できました。そしてね、先ほども言いましたけど、このフラッシングをすることでね、まあ、液体化したガスを流して、まあ、コンプレッサーオイルですね、その古いコンプレッサーオイルとかも一緒に出すんですね、押し出すんですけど、まあ、その効果がね、やっぱり非常にね、いい、仕事をしてるんじゃないかなと思うんですよね。
コンプレッサーオイルを変えようと思うとね、コンプレッサー外して、でね、残ってるラインの中の方をね、洗浄してやって、オイルを除去してやるっていう方法が基本的になるのかなっていうところなんで、まあそれをやるタイミングってなったら、もうコンプレッサーがブローしたタイミングぐらいしかね、普通のタイミングじゃしないんですよね。ってなると、じゃあコンプレッサーオイルってやっぱ入れっぱなしにすると。で、いう感じになるんじゃないかなと思うんですけど、コンプレッサーオイルの値段なんですけどね、まあ、入り値でも 100cc ですね。100cc ですよ。1リッターじゃないですからね。100cc でもね、1000円超えてくるんですよね。ってなるとなかなか非常に高価ですよね。だって普通のエンジンオイルとかでもね、エンドユーザーさんに行くのって言ったら1リッター、まあ1000円前後、安いやつでもですね、それぐらいなのかなって思うんですけど、100cc でうちに入る入り値がね、ほんとそれぐらいですね。1000円ぐらいとかってするんで、使ってるオイルはね、おそらくハイスペック、かなりねいいオイルは使ってると思うんですよね。そういうのを使っとかないと基本入れっぱなしが基本だと思うんで、だからねそれだけいいオイルが入ってるとは思われるんですけど、ただねじゃあどんなにいいオイルだからって言って変えなくていいのかっていうのはまた話は別じゃないのかなって思うんですよね。やはりね今まで数多くの施工をしてきた時に出てくる廃油ですよね。それがまあね、薄く変色してるとか、まあ蛍光カラーが入ってるんでね、蛍光色っぽく出てくるのもあれば、茶色っぽく出るやつ、黒っぽく、もうね、黒茶色みたいな感じとか、まあ、黒ネズミ色みたいなのとか、まあ黒ネズミ色はね、鉄粉がちょっと出てる可能性もありますけど、まあ茶色っぽいやつとか結構ありますもんね。まあそういう風にね、色がね、茶色っぽくなってるっていうことは、ね、元々がね、やっぱ透明とか、まあ蛍光イエローとかなんで、そういうね、変色をしてるってことはやっぱりね、劣化はしてるんですよね。で、じゃあね、一度入れてずっと変えなくていいのかっていうと、いくら性能が良くてもね、そんなことはないんですよね。だからまあね、保護的な意味とか、まあメンテナンスっていう意味合いを込めてね、まあそういう風にしてやったらいいんじゃないかなって思います。そしてね、今回ですけど、フラッシングをね、全部で11回してるんですよ。9回した後にね、1回終わって、そっからあと2回ね、追いかけでやってます。入ってるね、ガス量がね、もうちょっと入っていいんじゃないかなっていう気がするんですよ。で、そこはちょっと気に食わなかったんでね、ちょっと2回増やしてみたんですけど、まああんまり変わらなかったですね。ですので、まあ今回ね、まあ11回しましたけど、まあ、量としてはね、まあ1300、400ぐらいがマックスかなっていうとこまで行きました。でもまあ、最初の状態から考えればね、ものすごく変化してるんで、まあおそらくね、真夏なんかだと劇的な変化をね、体感できるんじゃないかなとは思いますね。まあ基本はね、フラッシングが9回までしかもう設定上はできないんで、一回そこで終わらせてしまってから、まあまたね、じゃあ9回するとか、そういうことはできるんですよね。まあただね、基本はもう9回までのプランでやってます。で、まあこういう感じでね、ちょっと気に食わなかったんで若干増やしてますけど、まあ11回目とかもね、量が少し下がってるんで、まあこんなもんなのかなっていうとこですね。まあそれでもね、もともと入ってたね、ガス量とかね、最初にやってたフラッシングのね、量とかっていうのから考えて、ね、まあこういう風にフラッシングしてやってね、やっぱり最後はね、やっぱり真空引きとかもしてね、水分ですね。水分があるとね、コンプレッサーが凍ったりとか、まあね、化学反応して酸になったりとかするんで、まあそういうのも考えたらね、しっかりとね、やっぱりメンテナンスして、まああと古いコンプレッサーオイルですね、こちらをしっかり出してしまうっていうのは大事です。そしてね、この左にあるボトルが真油ボトルですね。今からね、コンプレッサーオイルですね、こちらの方を入れていきます。で、これでね、オイルもリフレッシュされます。はい、じゃあね、今からね、ガスを入れていきます。で、ガスを入れる前に漏れがないかっていうチェック時間ですね。この1分間の間にね、漏れがあるかないかとかっていうのを見ていきます。で、漏れがあるようでしたらエラーを拾うと。で、なければね、そのままガスを入れると。で、まあね、ガス圧に変化がなかったので、今からね、ガスですね、を入れていきます。で、規定量からね、25を引いた数字でね、入れてます。で、それを入れた後に、添加剤ですね、そちらの方を入れていきます。で、添加剤には、ガスがね、25入ってるんで、まあ、合算するとね、規定量になるっていう計算で入れてます。はい、じゃあね、今から添加剤ですね、こちらの方入れていきますね。で、こちら今エンジンかけた状態で入れてます。で、これでね、添加剤を入れたら作業は終了ですね。で、施工後の温度測定ですね。ちょっと外気温低めなんで参考にならないんですけど、まあ大体6度ぐらいのね、吹き出し口温度は出してるんで、まあよく冷えてるんじゃないかなって思います。
はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのね、NC ロードスターのエアコンメンテナンスでした。で、こちらね、フラッシングをして、もう最初ね、300ぐらいしか入らなくて、でね、給回した時も1000ちょっとぐらい。で、目安としては、フラッシングはね、規定量の3から5倍なんで、まあ、3倍で言ったら、まあ、問題はないのかなっていうところなんですけど、なんかもうちょっと行ってもいいんじゃないかなっていう気がするんで、ちょっとね、追いかけで2回フラッシングをね、追加しました。でもまあ、あんまりね、変化がなかったですね。だから、まあ、この車がそんなものなのか、もしかしたらね、エキスパンションバルブに詰まりがあるのか。まあでもね、最後にね、とりあえずエアコン回してね、温度測定。今ね、外気温16、7度ぐらいです。そしてね、測定して6度なんで、まあ30何度の中でね、その6度出すとかっていうわけじゃないんで、実際ね、夏場だとどういう数字になるのかわかんないんですけどね。まあそれでもね、まあ低い数字は出せるんで、今のところはね、問題ないのかなって思います。ですので、フラッシングしてね、でガスがもともと少なかったので、まあガスもね、満タンに入れて、ね、添加剤も入れて、エアコンのオイルもね、入れてっていうところのね、流れでやりました。まあこれでね、おそらく快適なカーライフが送れるんではなかろうかと思いますけど、もうこれでもね、効きが悪いっていうんだったら、まあ、エキパン交換であったりとか、まあ、それ以外にね、まあ、コンプレッサーのへたりとか、そういうのもあるかもしれないしっていう、まあ、原因はね、いろいろあるかもしれませんね。今回はね、この NC ロードスターのエアコンメンテナンスでした。またね、次回新しい動画アップするまで皆さん少々お待ちください。